めっちゃ早いやん、10、11。早かったな。またや、100や。75匹全員レートもちょっと早いな。おえくるっと回すってことか。ちょ待って、アコ掘ってってことね。アコ掘ってってことねってどういうこと。カッチカチのここ、あ、ほんまや。ここ掘っ、ここ掘ってこう落としてこうか。それでも左抜けれんの、それ。ここいけるいける、これはいける。下掘ってで左掘る。あ、これ優しいかもな。これだってここ掘ってこう降りれるもん。あー、これなんかな、思ったより優しいかもな。まあ、ルート的にはもうないしな。一人でずっとやるだけなのと、こう行ってこれ、まずこれで降りるやん。下行くやろ。真ん中ぐらいからでいいかい、とりあえず。これ横に掘らないと無理やから、この辺りで横に掘るやん。でこう落ちます、下行きます、斜めに入れます。どう、悪くなくない。横掘りでもいいわ別に。左向きに行きよるやつを、ね、箸で一回だから、一回箸で封殺するから。そうかそうか、こうでしょ。で、こう、おい、どこ行くねんわ。で、ある程度行ったところ、いい感じのとこやろ。うん、どの辺がいい。斜めに行かせる。斜めでいいんじゃ、その辺で斜めでいいんじゃん、もうこの辺でもいい。うん、結構斜め下行くから。で、これで、一回止めて、あ、やばいやばい、これ行ってまうのか。ちょっと待って、どうしよう。もう一回下掘らせるか。まあ別に方向合ってっから。そうやな。あともう下掘らせる。うわ、まだある。きついなこれ、長いわ道のりが。時間めっちゃきつない。きつい。だからもうミスはあんま許されへんと思う。でもかといってそんなめちゃくちゃきついわけじゃないと思うんやけど。おい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 、ちょっと今上にかすったな。ちょっとやり直します。いや、出来上がったら早いよ。うわぁ、で、最後こう潜ってきて、ずっとこう掘らしてきて、はい、上がるやろ。上がって、上がる上がるだけやな。オッケーオッケーオッケー。これあれやな、最初の階段作り前みたいにしといた方がいいな。リリースしやすいような。あー、なるほど。途中までのやつ、途中までのやつ、うん、オッケーオッケー。確定させるやつ、あの左向きを。なるほどなるほど、向き確定させるやつね。もう知恵はつけてきとんねん。さすが知恵つけてきてんの。お前久しぶりやけど覚えてるやん。そうそう、ええー、こと覚えてますやん。いや今見たらもうどえらいことになってたから。絶対に処理できひんようになってる。ここね、この辺りで天才的なその角度でやっておけば間違いないと。いや時間との勝負になるやろこれ。絶対時間との勝負になる。絶対なる。海猿やな。海猿や。これは、うん、斜め使いたいな。あんま横使いたくないから。いや、最短で行きたいな。最短で行きたい。横でもいいんか別に。横でもいいんやで。俺横で最初思ってたもん。まああのブロックに当たりそうで怖い。ブロック当たるリスクがやっぱちょっと怖い。間違いないな。掘りなら。横掘りならブロックのリスクはほぼ避けられるやん。横でいいんじゃない。横でいいか。右の方で。あ、ただあれか、ここの落下しリスクがちょっとだけ。まあ大丈夫か、さすがに高さは。すぐ登ってまいることを考えて、先ミスったからすぐ押さなあかんな。うん、すぐ戻りよるから。よし、うまい。で日本でいけたらあれやけど無理やろな。いやもうここは大事を取って、下掘りあるからね。まだあと1個分でいいから。下掘りはあと階段、ね、あと階段もめちゃくちゃあるな。これ足りるな。ただやっぱりネックとなるのはこの時間。ほんまに最速でやっていかんと。これ結構遠いもんな、ぐるっと回るから。いやー厳しいな、時間きついな。いや、リリースポイントがどの辺でリリースするかも非常にポイントになってくるな。右の階段1個目作り始めたぐらいではもうやらんと。なるほど。
これ足りる？いや、うわ微妙。いけるな。いける？いける。いける。いけるな。いけ。あかんねん、あかんねん。時間を最速にするためにはこの辺で掘らんと。ああ、そうか。掘ってる時間がすごい長いんやから。うわあ、時間が。で、ここまで掘りおるからな。すげえ時間かかる、ここは。すごそうやな。なんか短縮、無理か。短縮がな。上に掘れたらめっちゃ短縮できんねんけど。でもやりようないな。やりようない。下のラインを見て、これぐらいか。これしかやりようない。もう解放するで、上。解放しよう。これで、ここでとりあえず、ここまで入ったら、ここで止まりおるから、みんな。落ちるリスクはもうないやん、この時点で。うんうんうん。あ、あとこれか、こっちに落ちるか。あ、やばい。間に合うかな。箸かけてまえるかな。いや、でももう、これぐらいじゃないと、多分きついんじゃない。いや、いいタイミングやったと思うけどな。いっとるいっとる。来とる来とる来とる。とにかく右までつ、あ、でも、右までつながりゃいいんやから。ここまでつながったら、即ここで、はしごをかけて、壁さえできれば。いい、かなりいいタイミングだったんちゃう？よし、よし、よし、よし。頑張れ、頑張れ。来とる来とる来とる、後ろ来とる。後ろ来とるよ。いや、これでも階段、時間きついな。後ろ来とるよ。うわぁ、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 くわぁ、うわすげえ。ピタッと止まった、ピタッとハウス。次次。しかし、次次が非常にこのいった、よし、入った。数あるからな、どんどん使っていこう。時間きついね。時間44、43。うわ、きつ、時間きつい。めちゃくちゃきついやんか。どこでショートカットできる可能性があるか考えといて、今のうちに。できたかな。何こいつ。ああ、もうあかんやん、そいつ。あかんやん、こいつ。なんか、ま、どっか削ったりしたらんと。え、こいつダメですやん、もう。死んだやん。え？え？ペアンって言ったで。ペアンって言ったで。あ、あれやん、赤ちゃん。赤ちゃん、登って死におった。赤ちゃんでやらない。だから、逆や。ここまで行っても時間は余裕があんねんから、こんなに、2往復しとるから解放が早いん。あ、どうせここで時間かかる。そう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 、解放が早すぎんねん。で、本来の形で言うと、ここまで作ってから解放して30秒ぐらいで来てもらう。そうやな。だからこの橋作ってる間ぐらいで来てもらう感じかな。これ登れるかね。いけへん。いや、あいつは分からん。あいつ以外の人でちょっと試さないと。これで行くか、お前行くか、無理。まあ、もうちょっと綺麗に作れば、この綺麗さでいけるかなって感じだけど。読んでいかんと時間的にきついやろな。うん、うん、うん。よし、OK、わかった。まあ、もうちょっと作ってからですよ、呼び出すのは。どっちにしろ。そやね、今、でもいけたかな、うん、今。もう最速やけどな、ほぼ階段作って。赤ちゃん餅を、絶対キープしなあかんから、もうそれは、もう無理ですわ。時短するとしたら斜め掘りかな。使いどころによっての斜め掘りと、あとギリギリなるべく左寄りで掘っていくこと。ここを斜めに掘るぐらい。いや、声はこれめちゃくちゃ微妙な戦いになりそう。もうほんまに2秒とかの。今まででもそこまでのやつはないねんで。うまいことやったら残り2とかそんなんはないからな、うん、ある程度残ったもんな。そうだから綺麗に決まればきっと何かがある。あの、そうそう、やりやすい方法はきっとある。最短をな。そう最短を狙って、なるべく土を掘らせないのはもう間違いないから。そう、基本やな。でここは3本でいけたんやな。3本は絶対必要やから、もうその絶対必要っていうことを逆算していけばおのずと答えは出るはず。ここもできれば上の方で出た方がいいんだ。あ、ミスった。もう押してるよ、押してるよ、もう押してますがな。ここが、ここ急所やね。え、
方が中心や。違うよ、今見た？え、どうなった？おつ耐えたやん。全く見てなかった。見てへん？全く見てなかった。いや、あっこは高さ耐えるわ。え、嘘やん。お前今だって一回ワンクッションして落ちとったもん。バカなよ。そんなバカな。だから言うさせたらいい。でも言う、みんなが言うしなあかんから。まあ一緒のことやけど、みんなが階段作ったらいいんか。階段作ってここ閉じて落ちたら、落ちた方が多分早い。そっちの方が早い。そういうこと。うん、まあ運営さんも気づいてへんかったミスやと思う今のは。あ、これどう考えても、あ、ミスだ、ごめん。どう考えてもあ、これ行かせる、行かせる土やもんな、あのスタンド。そうそうそう、絶対行かせたいやん。あれ運営さんミスやろ。あの高さ行けたで。いや、かなりショートカットできんな。そうでもないけど、めちゃくちゃショートカットでほどでもないけど、何秒か、まあ20秒ぐらいはカットできるかな。それでも20秒カットできたらでかいか。でかいで。土掘ってる時間が相当カットできる。だってさっき一番上の箸4段目でかかった時点であと12秒やったからな。ちょっときついやろ。そうか、そうやな。見てや、ちょ、もう一回ちゃんと見といてや。まあここ言うさせるから、箸かけて言うさせる。でも箸かけて言うさせるの結構むずいな。頭当たる？いや、ピタッとさ、ガッチリつけなあかんからやろ。ピタッとつけなあかんからっていう理由で。あ、このチョボンのとこに向かってやらんと。だから手前で、かなり手前で出た方がいいから。わかったわかった。これで、これを使おう。この辺でも出よう。斜め。そしてここで貼ろう。いいね。ピタッとね。この角度的にな、最近天井頭打ってまいる可能性が。そうやな、結構高い。あー、やのね。まあでもいいか、こいつを一人行かせるか、とりあえず。で、もう一匹赤ちゃんを投入する。あー、だからもう一個。あ、もう一個いけるな。そうそうそう、ダブル投入と言いますか。で、時間を短縮させる。ここでほんま傘使えってことなんじゃない？一人を行かせて、その代わりやれよみたいな。赤ちゃん二人生かして大丈夫かな。登ったりしょんの制御できる。なんとかする。なんと階段いっぱいある。ここでどうする。階段詰めてみる。いや、それするしかない。階段を詰めようとするか、それとも掘らせるか。いや、一回階段詰めようとしてみようか。詰めたよな。うわー、うん、こうなるやん。絶対こう帰っていってしまうよるから。なるよな。これでもう罪やな。まあ、しゃあないな。とりあえず言うさせよ。で、穴作らせよ。てか、もう一回置いたらもう。もう一回置いたらいけっか。押し詰まった。よし。オッケー。あー、でも落ちるもんね。そうやね。ただ、これがもう二人が。落ちるもんね。階段はいっぱい余裕あるけど。そうやな。あんまりいい作戦とは言えんか。一人がどうしても、どうしてもあいつが赤ちゃんの力を持ってしもとるがために一人横にもう掘らしとく。ああ、なるほど。大丈夫だと思うけど、まあでも掘らさへんかったら赤ちゃんの力で戻っていってまいるだけやもんな。ここで箸かけさせる。あ、ほんまやな。赤ちゃん二人与えると立ち悪いな。これ登りよるもんな。登る、まだ帰って登って、また登ってみたいなことしとるもんな。意味ないな。そう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 、暴走しとるから。暴走しとるな。こっち行ったって階段はめっちゃ弱い。そこでその詰めるとか、左で詰めるとかはあるけど、もうやめるわ。やめますわ。やっぱ一人で行った方がいいか。はい、時間がどうしても厳しいなら後での派遣は考えた方がいいけど、今のやとやっぱ右の階段を作るのに取り掛かるスピードは明らかに速いやん、一人が。そうやな。右の階段を作ってる間に左の底を掘って、だから分かった、右の階段作り出してからやろう。うん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 。やり方は別に今のでいいけど、右の階段を作り出してからもう一回やろう。作ってからね。あ、作り出してからね。作り出してからで掘らせよ。そうか、そっちでは別に時間使っていいねんから、最短でとりあえずトップのやつに行ってもらえないから。そうそうそう、トップのやつにまずは絶対にさせて、もうだいぶ後で、要は。めっちゃ難しいな。むずい、それはむずい。でもそれやったら時間めっちゃ短縮できる。
そうやらなあかんかったんちゃうかな、やっぱそれを気づけっていう、なるべく奥行ってそうやな、それを気づけ、だからここであの下入れの優させるわ、こいつには階段かける必要はないわ、もう掘らした方がいいから。ちょっとこいつも傘で降りてもいいぐらいなんか、あほんま言うとそうやな、でもああでも次が難しいか、そうここで次はもう絶対降りれへんから、かだから絶対つなぎはしなあかんねんで、ここはここで早めに降りて掘って U とか刺した方が早い、そうだから掘って U させる、これで掘ってで階段やな、ぶつかるか、ぶつかって U しよるか、普通にやばい、帰ってこいよ、よしで、まだやねん、要はここでまだやねん、ぶねー、で、ここを掘らせる作業をやらせるから、一人のやつにもう一人赤ちゃんを投入して、次ね、そう、それを右の階段作ってる間にやらす、作り出したぐらいで着手させて、で、ここが通じたと同時にこいつも終わるぐらい、忙しいぞ、右左そう、だからピキピキっていうのが難しいけど、やるしかない、じゃないとこいつを置いた状態で人を迎え入れてしまったらもう赤ちゃんの力で戻ってしまって、うん、もうどうしようもないもんな、どうしようもないから、100やからね、あくまでも傘どこで使うんやろ、傘だからこことかで使えっていうことなんかな、ことなんちゃうかな、あ、そっか、運営はそこを潰れると見れる、そうそうそう、潰れると見たんちゃうかな、運営さんはなるべくギリまで行きたい、時間はなるべくギリまで行きたい、2分な、何秒でなたどり着けるのかっていうのも確認したいところではあるけどな、橋作る時間があるからね、そやのよ、よし、橋結構かかるから、さあまだやな、まだやな、まあでも最速やね、まだや、あー分かった、大丈夫や、赤ちゃん投入します、赤ちゃんを帰らさない方法に気づいた、こっち帰ってきた時にここ掘らせればいいんや、掘らしてはしごや、あ、赤ちゃんの、そう、赤ちゃんを助ける方法はこれで確定する、右見といて、あの下の地図、分かった、うわ完全信用されてる、すぐ見に来た絶妙やなと思って、タイミング最悪のタイミングや、やってもだ、うわ先でもこっちやな、ストップ、ちょうどのやつや、ちょうどのやつ、もうええんちゃう、その辺でな、いい、いい階段はかなり、よし、どっちどっち、こっち見とこう、はしごは分かるからな、音が鳴るから、ちょっと今遅なってっからな、うん、これ相当処理が、よし、はしごが鳴り出した、ピッて言った、ピッて言った、はしごってどこがはしごやねん、ほんまに、ね俺ずっとはしごって言ってしまう、絶対はしごって言ってるんだ、はしごとか赤ちゃんとか、どこが赤ちゃんやねんええとこまで来とるよ、掘ります、わっ、また間違えた、これ、あかんやつやな、絶対失敗した、絶対ミスったあかんやつなんだ、よし落としてる、怖え、もうここがまずピタッと繋がってくれるかどうかも大事よ、これ繋がらへんってやばいもん、で、U に対して絶対合わさなあかんからな、また押せない、いやでも大丈夫、大丈夫、大丈夫です、あ、ここで掘って手前で U 刺したらいいんじゃん、うん、どういうこと、そこ、無理か、違う、もう絶対にこいつらを助けるための施策をここで取るから、で、こいつに次生かすから、ここで掘らすのよ、いやでも俺これ多分もう戻っとる時点で時間無理やと思うわ、まだ間に合うと思う、俺はまだいける、うん、まだ余裕あるかな、だってこれも間に合わんかったらもう無理やもんっていう理由で、これ間に合わんかったら無理やもんっていう理由で、もうよし、もう一回帰るよるな、これもう一回帰るよ、でも帰るってももう大丈夫やから、ここは赤ちゃんには登らへん、あ、ほんでも有してきよると、そうそう、だから赤ちゃん封じはこれで完璧やね、よし、よし、 あとは急に早かった
よいしょよいしょ。高さ的にはいけるね。いけるな、高さ。いけるかどうか。あ、いけるか。お、これな、ほんまは、ほんまはな、一回U させたい。ちょっと一回U させるわ。こうさせて、あ、あかん、あかん、しまった、赤ちゃんやから。うわ、ちょっと待って待って、いや、そこ登れるな。押し、押してるやんけやもう、押してるよ。うわ、最悪や、今の。いや、でもどうやったやろ、これ。一応後ろのやつ、無理、きつない？ 7 やで。5、4、全然できん。3、いや、やっぱきつい、無理やな。ちょっと無理、ちょっと無理やな、うん、でも余裕やろ、時間はいけるやろ、今の計画やったら。いワンミスやで、ワンミスして、ス、あの、だからもうちょっと早出せいいだけやった話やもんな。そう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 、リリースの時間見てなかったな。残り50ぐらいやったと思うけど、あと5秒ぐらい早く。いや、結構今のは俺手応えあんのよね。箸は間に合ってたな、全然。かなり手応えあったんよな。悪くなかったやろ、全ての工程。一回そのミスったんと、あこで最後爪が甘かったことぐらいで。忘れたな、忘れた。壁を登りよる性質が、だからほんまはギリギリでやりたいんだけど、それは無理ってことやな。それは無理や、もうやるしかない、やるしかない勝負するしかない。だからちょっとちょっとへこんだ状態でも行くしかないっていうことが分かった。もうそれで決めてしまうしかないわ。そうそうそう、恐るべし、あ、赤ちゃん。ここさ、これガンって当てたら無理か。こう掘って、ここ当てたら帰ってこれるかなと思ってんけど、いや多分いけると思うな。もうちょい手前でやろう。そう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 、まあまあそこまでせんでいいか。下掘り余ってるよな。余ってる。まあ、決まったら早いっていうだけで。でもそこまでやらんでも別にすぐ U できんもんな。そう、多分そこまでロスにならん。やっぱり一匹目を、一匹目あそこ掘らさへんっていうことを思いついたことで、かなりショートカットはできてると思う、時間的な。要は2匹、うん、次の追っかけのやつで赤ちゃんを使うっていう方法は悪くないと思う。ここを分担するっていうのは、それせえへんかとめっちゃきついもんやろ、うん、まず先行選手行かせるっていうの、これは合ってるやろ、明らかにやってくるよな。うん、明らかに合ってる。こいつには掘らさへんという。そう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 、オッケーオッケー。できて、そこで傘使って下に下ろしてってことやったんやろな、さっき言ってたみたいに。そうそうそう、おそらくな。傘は結局実際はいらないんやけど、実際いらんのやけども、一応傘が、傘というアイテムが存在していると。ここで U してきて降りて、ふう、かけます、かけます。さあ、どの辺でまず上のやつを投入したっけな。下ほ、横掘ってるぐらいやんな。そうやな、確か。で、それでも早かったぐらいやねんな。そうそう、全然早かったよ、全然早かったね、うん、もっと追いついてきよったもんな、うん、でも追いついてきよったことでミスを帳消しにできる可能性は出たんやな、とも言えるな。そうそう、うまいこと次にバトンタッチしたみたいになってんけど。そうやな、じゃあ入れよ、入れても、もう入れてもいいよな、うん、あのさっきの洞窟のやり方ができるから。そう、リスクはない。操作がきついだけ、操作がきついだけ、ここがしんどいだけで、このここ掘ってる時にやらせるのが一番やっぱ楽は楽よ、操作のそのしんどさから言って。そうやな、操作がちょうどかぶんのつらいもんな。ちょうどかぶんのまずつらいから、ここでパク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 、これぐらいで、うん、いいですよ、いいですよ。次これやな、おっしゃ、方向転換させてすぐ、これをミスったらあかん。いいっすか、右は大丈夫、いいっすか、フリー、はい、行きましょう。殴りでぶん殴ってけ、よっしゃ、よし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 、
で、即はしごやな。即発動やな。はい。はい。はいさ。はいさ。はいさ。よいしょ。おいしょ。ここ。はいはいはい。はいはいはい。うわっ！あ、あ！ゆうさす、ゆうさす。その辺で。そやね、そやね。そやね。余ってるもんな。箸は余って、下掘りも余ってるし。上掘りよった。オッケー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 。怖。タイミングが悪い。もう上のリリースも。忙しいよ。よしよしよし。そっちやな、そっちやな。よし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 。はい、お願い。よし。おっしゃ。そいつはほっといていいよな。ここ融資おると思う、一回は。で、こいつで、あ、こいつは融資ないな。あかん、だから融資しょらへんからあかん。こいつ決めなあかん。マジか。このパターンあんの。許してくれへん。どうにかできひんな。箸作ったの。いや、わからん。これガツンってやったらもしかしたら帰れるかも。うわー、マジか。箸作って、おい、こいつら箸作って下掘りでいつでも潰せるけど、もうそんな時間間に合わへんな。時間が、あ、でもやってみる。ミスった。あーあー、いった。いや、ちょ待って、今のはえ、あれ今のイレギュラーやな。イレギュラーやけど、俺が多分右が結構いいところで言うできたがために発生したことやな、ね、言ったら。あれちょうど言ってもだんだな。ちょうど言ってもだから、防ぐにはもう一回連打して箸を作らせ、確実に箸を作らせたら。いや、あれきついな。あれ嫌やな、めっちゃ。っていうか、まああれちょうどまた被ってたことで気づくのが遅れた。もう気づいてたらもう一人のやつでその箸をかけて強制優ができたんやけど、もう一人のやつとちょうど被ってしまって辛い感じになった。分かってんのにな、やり方は。あー、辛い、今の辛い。そうですか、そうですか、そうですか。右であれ怒ったら別にいいのにな。そうなんよ。あこだけで怒らんといて、あこだけで怒らんといてほしいのよ。右はどうせほんで帰ってきょるから、どうせ落ちてきょるから。そうだから右はイン、イン狙えるのよね、はっきり言って。ある程度はで、ただ左帰った時にもうあかんからっていうことだけやねんけど、ちょっと難しいな。もっと後でもいいわ、とりあえず上のやつもっと後でもいい。もうこの一人で頑張らした方がもうリスクないわ。その1匹目がもし登ってしまったら2匹目で、やったら2匹目でタッチヘルプするっていう感じの方が間違いなさそうな気がする。よし、行きましょう。はい、よっしゃよっしゃ。てててて、あのレミングスに当ててユーするっていう技術は使わへんよな、今回。使わへん。止めてくれるやつがゼロ、ゼロにもやから。もうあれが怖くて怖くて。そうそうそう、あれを使う時が、あれを使う、あれ使う時は絶対楽やで。だってさ、もう見たら分かるもん。無理やもんな。そうそう、無理やから。今回みたいにどう見てもいらん、そんなん使わんやん。確かに、もう普通にいけるやつ以外の時じゃないと多分発動せえへんやろ、あれ。さあ、いや、で、いろいろショートカット技術は使ってるんやで、これでも。いや、もう最短やろ。最短に近いと思うんやけどな。まあ、ここをもっと上スレスレ行くとか。もうそういうことやろ、もう。そういうことやな。ちょっと狙ってみる。なるべく上、頭スレスレで。これ、この辺、掘り始めて、下が大事やねん。いやー、怖いな、これ。怖いやろ。うん、これ絶対ここで無理やねん。この辺。だいぶあの結構攻めたやろ。だいぶ潰れとくからな、掘ってる時。ああ、まあそれでもかなり余裕あるね。3マスぐらい、3マスぐらい、3ピクセル。
あ、そうか。でも当たらんと、もしかしたらあのバグでいける可能性あるな。掘っていける可能性はある。ああ、いつものパターンやと。そうやね、いつものパターンやとサクサクになって、ありえる、サクサクになる可能性は、うん、あれでも爆発の時ぐらいしか。どうやったやろあのバグ。さっきだってゴゴンってなったやん、あっちで。なったなった。よいしょ。さっきよりは高いな。これ引っかかって変える？草が。草。いけたいけた。草とは。うわー。ほらほら。すぐ掘らなあかんじゃん。早めの湯しとくか。そろそろ赤ちゃん投入で。これ湯にならん。あー、なったよかった。草に当たったってことでいいの？そうやな。なんやねあの微妙な。難しいなこれ。どっちが先や、こっちかな。忙しいわほんまに。マジ忙しいよ。よし、来い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 。あと処理も重いからちょっとな、連打が怖いっていうのもあんのよね。あの聞いてないもんね。聞いてないね。そうそうそう、聞いとらんからな。シビアやね、ここ。ここがシビアでございます。先こっちやります。そっちやね。入らない。聞かない。聞かないんだ。マジで効かないんだこれ。重くなってて上がコマンドが入らへん。時間きついかな。もう諦めずちょっとやってみるわ。そうやな、諦めずやってみよう。時間きついかな。厳しい。もうでも解放はしな無理やわな。そうやな。44から箸を作り出したという段階。オッケー。でもどうせもここは U は強制 U やから、強制 U で入れるしかないから。これあと3本やもんな。最高で入れて、これやと多分大丈夫。あの距離的に上に登ることはないと思う。これやと U しよるのかな。 U はしよる。こいつはな、作っとるやつはな。あ、最短で隠れたらいけるか、まだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。うわー、時間無理やろこれ。厳しいな。きつい。何秒ぐらい必要かどうかも確認したいね。そうやね。登るか。戻ってこ、戻ってこ、戻ってこ。いや、降りてくる。これで OK。 うわ、全然足りんやん。いや、まあ、そら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 、まあ、見捨てだからね。そうそう、ポイントだけやから。了解です、了解です。でも44で開くやろ。あと15秒、あと20秒。20秒だから1分ちょいぐらいでもう箸掛け始めると。 OKOKOK。 1分5ぐらいでギリギリやな。そうやな。で1分10やな。余裕持つなら。余裕見て。そうやな。でだいぶミスったから言うても。そうそう、は箸がな、だいぶミスりましたよ酒にな。あれ、端っこのとこで箸連打しはきつい。登れらへんために。登れらへんために。あ、上に。あ、そうそうそう。いや、もうあ、連打しててもいいと思う。連打してんねんけどね、ちなみに。コマンド入らへんっていうな。そうそうそう、してるのはしてるんやけどね。辛いな。そうそうそう、処理が重くなってるのが一つ多分原因で入らへんのよね。ものすごいカチカチって音が聞こえていくけど、今早い打ちだったらすごい入んのよ。これ上出てきまくっとるともう無理やからね。ぬるっとなんねんな。そうそうそう、もうグググってなんねん。なんかおかしなんねん。よくあるやつや。そうそう、昔のカセットには。であれどうする、その2匹目の赤ちゃんをどのタイミングでリリースするか。2分ぐらい箸を作り始めて。まあでもそんな時間かからんしな、あいつ自体は。もういらんちゃいらんのよ。だからそのかなりギリギリでいい。そこつなげるだけやしな。うん、そうそうそう。2分、うん、2分ちょうどぐらいかな。ぐらい
じゃかな。でも結構この時点で時間使ってんな、やっぱよう見たもう2分やめちゃくちゃ時間使ってるな。いやでもこんなもんやで、もうこれ限界やしな。いや例えばさ、こここう掘ってさ、こっち側に行くなんてことは無理かな。あーあーあ、こそのこいつだけでもせめて、でも足りんよな多分。いや落ちてまうでしょ。めっちゃ上狙ったけど、あーこれでもこれでこれ3ぐらいか。いや綺麗に決まればいけるはずやね、時間的には。2分です。赤ちゃんいきますか。赤ちゃん投入、いやまだや、まだ。そうそう、1分40で投入するわ赤ちゃんを。 OK、 そうそう、そんな焦らんでいいね。30秒もあれば。ただ1分10秒で発信をかけなあかんっていうのはもう絶対やな。それは絶対やな。オッケー、ここで1個押したら赤ちゃん投入します。こいつやねん、とにかく頑張らなあかんのは。ちょうど40。もうこいつにかかってるから。こいつにかかってる、文字通りこいつにかかってる。この赤リュックにかかってるからこいつに、赤リュックがもうこいつさえ、文字通りの赤さん、こいつさえ決めよったらもう、こいつさえ決めてくれたらもうバンバンザイやからね。もういけんねん、ギリ。よしよし、戻らしたくないんやけど、ここがほんまにきついから。ここやねここやね、人戻りはもう強引に戻すから、そこの通称とか入った時点で。でもできれば戻らせたくないな。オッケーっていいよって。こうしたよっしゃ、左。あー大丈夫や、全然大丈夫や。あ1分10秒いけっか。ちょっと待って、ここだけ集中させて。息が詰まる戦いや。うわ、押してるぞ。ダダダダー言うた。まだチャンスある、まだチャンスある。そいつはもうほっといたらいいんじゃん、よく考えたら。次入ってきよるやつの先手。いやもうどっち向きよるか分からへんようになるやろ。あーちょっと待って、落ちた落ちた、待って違う待って、こっちがカンカン言うてんねん、これ帰らさんと。いやあれでも登ってまいよるよな。ゆあでもこれこれ大丈夫か。あちょっとくぼんでるね。うーわ、いっす、やっぱこれで。うわー、今の登るパターン。うわーもう最悪や。腹立つなこいつら。腹立つマジで。これそいつ生かして落ちてくるけど。あそうか、落ちんのか。何しとんねんこいつ。いやもう無理や、この高さがまずミスってたのか。え高すぎるんか。高すぎる、そうか。だから土に当たってんねんか。あつじゃ上の金に当たってもて、鉄板に当たっとんのか。その音か、その音。最悪や。いやあっちやっぱ、あっちがむずいわ。あっちやっぱそのお前に言うとおり、マジ連打しとかなあかん。ぴったし行ってしまった時もうそのままスーッと登っていけるやん。そうなんか入れたらんとな。だから分かった分かった、もうこんなんごちゃごちゃやってんのややこいから、もう早めや、ごめん赤ちゃん早めで、もう早めに溜めた方がいいわ。あーもうこさす。そうだからはしごかけ始めたぐらいから赤ちゃん、あてかもう掘り始めぐらいから赤ちゃん投入して、もう一匹を。邪魔やねん、左見に行ってたら右間に合わへんし、ややこしいことで操作、細かい操作ミスるよりかは来さした方がいいわ。来させよ、さっさと掘らせよ。だから掘ってる時にやってしまうわ。きっついきつい、それがきついわ。右集中したいよな。集中したい、できれば。よし、特にあの石に入るところだから、あれが俺がうまくいきすぎたね。さっきと一緒やねん、言ってんやろ。うまくいきすぎた時要注意やねん。要は完璧やねんけど行ってまうよねな。そう、完璧の時は行ってまうっていう性質があるから。むずー。よし頑張れ、決めましょう。さっきはで言うしよったからね。
完璧すぎてんねんな、ちょっとうまくいきすぎてる部分はある。それのせいでミスってる部分はかなりある。掘り始めてこの辺で、この辺で赤ちゃん使うわ。オッケー、あんな上ギリ狙う必要ないもんな。そう赤ちゃん、まあでもそこ結局かぶるな、難しいな。この赤ちゃんが来よった時に向こうに箸は最低でもかかってなあかんから、結局忙しいな忙しい、結局忙しいな忙しいね。でもちょっとずれてくれたらやりやすいねんけどな。少しはな、ほんまに少しやけど、ちょうどいいとこ来てまうからめっちゃ邪魔やねんあいつ。まあそいつのせいにはできひんねんけど、まあ右が綺麗に行き過ぎた時のことをちょっと考えておけば大丈夫かなと思う。もうラスト1枚で繋がってしまいそうな時は連打やな。そう特にそれが手間、かなり手前やった場合。上からいったよ、今まで一番薄くスライスしてる。どうやろうな、さっきは1分40で赤ちゃん投入やったな。40でいった。15秒早めようかな。55。うん、いやちょっと待って、10秒にする。もうシビアやるんけど、どこの操作がしんどいかっていうのを。どっちにしろきついしな。どっちにしろきついね、どっちにしろきつい。ちょぼんをスルーしたかったんやんか。よし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 、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない、間に合うでしょ。これはピッピよりもこっちやな。ここ結構余裕あるからな。ここは余裕ある。もう読んどるよ。はいはい、集中。オッケー、ついここやりきってからやな多分。左、そうやねそうやね、ここのリバースまでやりきってからやな。リバースミスったらこの辺ですぐ U させます。もう一回分やな、もう一回分はめて、ここはもう一枚貼って U してきて、こうよしよしよし。でもいいタイミングで入ったから絶対入れなあかんから。上の開放、上の開放も近づいてるよ。はい、よしよし、上開放10秒 OK。 よし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 、もう連打やな。オッケーオッケーオッケー、綺麗にかかりすぎんねんここはな。めっちゃ綺麗にかかってる。登んな、よし、よし、これで優させて、よっしゃ、オッケー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 、理想的、いいね、いい、かなり、よし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 、ラストそこや。ここはまあな、ここはまあ余裕あるから登ってもいいし、なんやったら使わせてもいいし、これやりやすい。よっしゃ、2本使えるならもう超やりやすい。はっ、あとは時間、一応できやがったけどね。さあまたタイムがゆっくりになるから、こっから来とる。一番後ろのやつどこや。ここ、一人なんか遅い、なんか遅れとる。あいつニトロ、しっかりせえ。いや行ってくれ頼む。うわどうや、28、27。いけると思う。いけるでしょ。いけるでしょ。うーわ、微妙。21、20。残り20。あれ、画面消えるまでに入ったらいいんやったっけ。そう、多分。いけるな。17っすよ、まだ。まだ17歳っすよ。16、15、14。時間が早くなっていく。加速していく。行け行け、いや行ったやろ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 、あ行った行った、うーよーっしゃ決めたー。3秒、やったーやったー、残り3秒 OK でございます。きつ、気持ちいいね。でも気持ちいいな。はい、ということで今回はここまで、見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。